だけで同じ場所も違って見える。またね。ジェイスだ。ジェイス・ブラック、製材所に来て。コックのクソ野郎を終わらせてやる。待ってろよ、すぐに到着する。カルトがローナのトラックストップに入っていくとこを俺の叔父が見たらしい。叔父は逃げてきたが、俺たちが助けに行った方がいいかもな。激変に備えようって誘われたが遠慮した。缶詰って缶みたいな味するしな。おばあちゃんに銃を教わったが早すぎたな。うちの子には5歳になるまで教えないつもりだ。弓で狩りをしたんだが超むずいのな。
がよく言ってたけど意味わかんないよな。お前のおかげでまた人質がレンジャーステーションに連れて行かれたらしい。あいつらの射撃の的にされるんだ。俺たちが助けに行くぞ。チームがいなかったらどうなってたか。俺と子供のことをいつも考えてくれてる。見たく有事に備えてたわけじゃないが、俺は生き残るぜ。Thank you.
レーダー基地にかなりの数のペギンが集まってる。あいつらをやるなら今だな。どうだ、冒険してみるか。古いホテルの場所は基地に最適だよな。守りやすいし見晴らしがいいから敵を狙いやすい。唯一の欠点はお化けが出ることくらいだ。危なかった。前飼ってた犬にそっくり。
Okay.
入っているのは俺の命令。
ュスからのメッセージだ。あいつによればカルトは製材所を収容所にしたそうだ。手始めにそこを当たるといいかもしれん。
倒した。信じられない。ジェスを解放してくれて感謝してる。俺のメイクは丈夫だが、何かとトラブルに巻き込まれる。あの子の様子を見てもらえるか。この辺じゃ用心した方がいい。手を貸してくれ、頼む。信じられない。人間を動物扱いよ。今日は見晴らしがいいわ。最高ね。見ない顔ね。ペギーがエリオットの家を襲ってるみたい。手遅れになる前に行きましょう。
静かなのは苦手。いろいろ考えて余計なことまで思い出す。どんなのかわからなくなってきた。矢が一本あればそれで十分。一体どっから来たの？あんたのおかげで助かった。私はジェス。カルトと戦ってんならダッチおじさんは知ってるだろ。ごめん、あんまり時間を無駄にできないからすぐに本題に入るよ。ジェイコブの狂信者の一人を追ってたんだ。コックとかいうふざけた名前のやつ。それだけ聞くとヤバそうじゃないけど、マジで歪み切ったクソ野郎だよ。あと一歩だったんだ。でもペギーの偵察に一杯食わされた。手を貸してほしい。奴を見失うわけにはいかない。ホワイトテイルと手を組みたいならこれが取っかかりになるかもよ。それに何より悪党を墓起こりにするチャンスだ。行かないと。かなり時間を無駄にした。ついてきて。こっち。ここはもっと穏やかだった。フレッパーはリスと一緒よ。備蓄するしか能がない。見た、奴の痕跡だ。罪なき人が生きたまま焼かれた。みんなカルトに連れてかれる。家にいようが、バーにいようが、教会にいようが、全くお構いなし。で、二つのカテゴリーに分けられる。弱いやつと強いやつ。ジェイコブは軍隊を作ってるんだ。戦えなかったり、戦わなかったりすれば死が待ってる。あいつは群れを間引くなんていう。罪のない人々の大虐殺だ。こんなことが起きてるなんて誰も信じなかった。信じたくなかった。ジェイコブシードがここを知って。場所が悪いわ。移動する。手を打った方がいい。ジェス、軍に入ろうと思ったことはある？軍？なしだね。命令されるのは嫌い。確かに。でも優れていれば最終的に自分がボスになるわ。無理だよ。1日目で追い出される。試すだけならただよ。そして私たちが追っているのが幸福。やつらには必要ないのね。マビクのを指揮してた。僕はジェイコブのデタラメを信じきってる。あのクソ野郎は絶対に逃がさない。扱いかよ。もちろん助けるよな。
でも目立つなよ。もし見つかったら人質は殺される。他にも捕まっている人が、コックだ。山へ連れて行かれた。どうすれば。何だよ。関節を外せば抜け出せるか。危ないとこだった。みんなを檻から出してやらないと。ここじゃいきなり信用はされないぞ。何かには使えそう。こっちこっち。ありがとう。コックは、あいつはみんなを連れてった山の上よ。おとなしい犬だな。平気だ、すぐに帰れる。なあ、バンカーへ来たと思った。元気？ありがとう、保安官。犬が欲しいわ。ありがとう。他にも捕まった人たちが山へ連れて行かれたよ。移動しよう。コックの名の由来を知りたい？数年前にジェイコブが部下を送ってある家族をさらわせた。両親と子供たち、まずは家族を飢えさせた。彼ら水一滴与えなかった。3日後、家族は渇きのあまり自分の小便を飲むところまで行った。でも子供たちはそれを嫌がった。両親は力ずくで飲ませたけど、子供たちはすぐに吐いた。コックはそれが気に入らず、両親を暑い日差しの中柱に吊るし上げた。待って、何か聞こえた。レディの匂いがするの？移動するわ。ここは見通しが悪い。処刑する気だ。先手して援護する。覚えといて、もし見つかればみんな死ぬことになる。クソ、仕方ないな。移動する。しないで。助けて。本当に感謝してる。さあ、
これを。お願い助けて。夫がコックに連れて行かれたの。ピットよ、生きたまま焼かれてしまうわ。いい子ね。賢そうな子じゃない。生きてて何より。ちょっといいかしら。ありがとうな。行こう。ちょっとこっちに来てくれる？話をしたいの。そう、それで。コックは両親を柱に吊るして、それから子供たち。イーライは抜群のリーダーとしてとても尊敬してるけど、ホワイトテールが聞いた。腹ペコの子供たちは、はいと言って食い物を食い始めた。コックが豚肉を食べたいかと尋ねると、子供たちはうなずいた。奴は両親の靴を脱がせると、子豚ちゃんの歌を歌いながら指遊びを始めた。つまんだ足の指をひねり、そして血があふれた。それからコックは子供たちに小さな肉の塊を差し出した。満面の笑みを浮かべて。悲鳴が収まって周りを見ると、奴は消えていた。そんな犬を飼って夜に溶け込む悪魔のように。それからあいつはコックと呼ばれるようになった。慎重に行こう。場所が悪いわ。移動する。
常識的に考えなよ。ダッチの言った通りだった。コックが死んだのに何も感じない。ずっとこの男を見つけて殺そうと思ってきたのに、今はどうしたらいいかわからない。なんだってダッチおじさんの予想通りなんだ。カルトのこともイーライのこともあんたについて言ってたことも当たってるのかもね。だからその背中を守ってほしくなったら連絡してもいいから。それとありがとう、いろいろ。これで懲りたはず。私と同じ気分だろ。後でね。なあ保安官、俺の姪っ子は簡単には打ち解けないだろうが、お前さんが迅速かつ静かに事態を解決したいならあの子を託そう。守ってくれるな。あの子はいろんな目に遭ってきたんだ。銃声よ。私たち行けてる。